ブライアン・ブレードはアメリカのジャズミュージシャン、セッションミュージシャン、シンガー・ソングライター、バンドリーダー、作曲家。担当楽器はドラム、パーカッション、ギター、ボーカル。アメリカ合衆国ルイジアナ州生まれ。幼い頃にスティービー・ワンダーやアルグリーンを聴き、ゴスペル音楽に触れ合って育つ。小学校に入った頃から様々な打楽器を叩くようになり、 9歳から13歳の頃にはオーケストラでバイオリンも演奏していた。その後、兄の影響でドラムを演奏するようになる。高校に入り、ジョン・コルトレーン、チャーリー・パーカー、マイルス・デイビス、アート・ブレイキー、セロニアス・モンク、エルヴィン・ジョーンズ、ジョニー・ミッチェル等を聴き始める。18歳になり、ロヨラ大学へ通うためにニューオーリンズへ移住。そこで、 エリス・マルサリス等のニューオーリンズに住む有名ミュージシャンたちとセッションを交わした。その後、ジョシュア・レッドマン、ケニー・ヤレットのサイドマンとしてデビュー。ジャズシーンの精鋭のみならず、ジョニー・ミッチェル、ボブ・ディラン、ダニエル・ラノアラロック界の大御所のレコーディングにも参加した。1997年、ジェフ・パーカー、ジョン・カワード、クリストファー・トーマス、マイロン・ウォルデン、メルビン・バドラーを集めて、 ザ・フェローシップ・バンドを結成し、バンド名を冠したアルバム、ブライアン・ブレード・フェローシップを発表した。2000年に、ギタリストは、ジェフ・パーカーから、カート・ローゼン・ウィンケルに交代した。2000年に入って、ウェイン・ショーターのシンアコースティック・カルテットに、ダニーロ・ペレス、ジョン・パティトッチと共に加入した。2009年には、シンガーソングライターとしてのアルバム、 ママローザをリリースした。この中では、アコースティックギターを持って、ブルースやフォーク調のシンプルな曲を歌っている。2009年頃からダニエル・ラノワとのロックバンドブラック、ダブを結成し、ワールドツアーを行い、同時期にワールドツアー中だった、チック・コリアとジョン・マクラフリンの、ファイブピースバンドにも参加して、アジアツアーの成功及び同バンドで、第52回グラミー賞を獲得した。 自身のバンド、ザ・フェローシップ、ウェイン・ショーターのアコースティック・カルテット、ブラック・ダブほか、様々なミュージシャンのレコーディングに参加したり、ライブサポートを続けながら、2010年の後半には、チック・コリア、クリスチャン・マクブライドとのトリオでツアーを行うなど日々、新しい音楽の息吹を求め、最も多忙なジャズミュージシャンの一人として、世界を飛び回っている。 ウォルフガングムースピールおよびマーク・ジョンソンとのトリオウォルフガングムースピールとのデュオロン・マイルスおよびビル、フリゼールとのトリオジョン・パティトッチおよびダニーロ・ペレスとのトリオ。ありがとうございます。